大英関係では、主に中華民国とイギリスの二国間関係について記述する。1950年以降、両国に国交はない。停止政権の定業と東インド会社は停止政権の終わりまで貿易協定を締結した。1947年5月9日、両国との航空運送協定を調印。同年7月23日には、 南京で締結した。国境内戦での中国国民党を率いる中華民国政府の敗北後、中華民国は中国大陸を去り、台湾へ渡り、政府を再編成する一方、イギリスとは1950年1月6日、大陸の中華人民共和国承認を機に同年、同月日に国交断絶するが、台北県の領事館を通しての交流は1七十二年まで、 続き、閉鎖後も、貿易などの関係はある。1991年8月22日、王立協会と鍵部が、大英の科学協力覚書を締結。1999年4月7日に、その大英の科学協力覚書を更新した。1999年9月21日、台湾大震災が起きた際に、イギリスは6人の緊急救助隊を派遣して、 救助を行わせた。2008年2月15日には再び、大英の科学協力覚書を更新した。2015年5月27日には、イギリスの在体機関である、英国貿易文化ベンジどころが、英国在体ベンジどころに名称が変更された。台湾政府要人のイギリス訪問1997年、巨水徳甲子委員長がイギリスを訪問。 1998年、千福国民大会議長がイギリスを訪問。1999年、王志向経済部長がイギリスを訪問。そして、2000年には、李登輝前総統、連戦前副総統、超異新聞局長、王光新聞局長、馬英九台北市長がイギリスを訪問する。2011年は、馬英九総統夫人のシュービアウト。 ライヒロ都市司法委員長が訪問した。イギリス政府要人の台湾訪問2001年にアラン・ジョンソン貿易産業省閣外大臣が台湾を訪問。2011年にはステファン・グリーン貿易投資担当国務大臣とナイジェル・エヴァンスカイン副議が台湾を訪問した。台湾貿易センターがロンドンにある。双方ともに電子電気機械の輸出入が多い。 台北経済文化代表どころをロンドンに置く。ありがとうございます。